はいどうもこんにちは今回もアクションの動画を見てくださり本当にありがとうございますこの動画では映画の最後に流れるエンドロールをプレミアプロを使って作っていきます今回作るのはこんな感じの動画です なんだかこれだけでいい感じの映画だったなというのが伝わるのではないでしょうか実際にエンドロールは映画でなくても結婚式動画などにもよく使われますので早速この動画でやり方を見ていきましょう さあそれではまずタイムラインには映像のラストシーンとエンドロール用の音楽を先に挿入している状態にしておりますということで早速映像が終わったところでエンドロールを作っていきましょうエンドロールはファイルのところの新規にあるレガシータイトルから作ることができますここはシーケンスの設定と同じにしておいて名前を付けていきましょうはいそれではエンドロールを作りやすいように画面を広げておきます 通常であればこのボタンでテキストを作りますがエンドロールを設定するにはその下にあるロールクロールオプションを押しますただここの設定はまた後で解説をしていきましょう普通にテキストを書くのではなくてエンドロールを書く際はこのような感じでドラッグドロップをして枠を広げていきますこの真ん中の線のところに枠の端っこが重なるようになるといいですねはい これでこの中にいろいろと文字を書くことができるようになっております。ただ、いちいち書いていくのは面倒なので、編集を素早く行うためにも、あらかじめスクリプトなどにクレジットの内容はメモっておきましょう。と、まぁこんな感じでスクリプトにあらかじめ記載しておきました。最初は型書きの名前を縦に並べていますので、これをすべてコピーしていきましょう。はい。あとはさっき作った枠の中にペーストしてあげれば、そのまま貼り付けることができます。 フォントはもう少し細めにしておきましょうか。そして文字のサイズも小さくしておいて30くらいにしておきます。そして文字の行の間隔も15くらい空けておきましょう。この数値を覚えておきましょう。このボタンを押すことで文字を右詰めで配置することができますね。はい。とりあえずこんな感じでしょう。文字はもう少し太めにしておきましょうか。 さあ、それでは今作ったこの文字を選択ツールを使って、オルトオプションキーを使って複製しつつ、綺麗に水平方向に動かすためにシフトキーを押していきましょう。さっきは右爪でしたが、こっちの枠の中は左爪にして中心に寄せておくようにしましょう。そしたらこれは右の枠に重なるように右の方へとずらしておきましょう。左側の文字も左のセーフマージンに重なるようにずらしておきます。 方向キーとかで少しずつずらしておくといいですね。さあ、そうしたら右側には人の名前が入っていますので、これと同じ数に揃えた人の名前をコピーしておいて、右側に貼り付けておきましょう。はい、これで左右対称型のエンドロールが完成ですね。今回はもういくつかエンドロールの種類をご紹介していきましょう。それでは続いては、その下に出演者の名前を入れていきます。 今度はタイトルのような感じで使いたいのでテキストツールを画面の外で使ってここに出演という文字を入れていきましょうこの文字は他の文字よりも少し目立つように太さであったり大きさも若干大きくしておきますこの文字は下に配置しておいてこの中心のボタンを押すことによって自動的に中心に文字が配置されるようになりますもしもちょっと全体的に字が小さいな と思ったら選択ツールで全てを選択しておいてから、Alt Option Plus Shift キーで全てを拡大しておきましょう。こうすることによって中心を軸に拡大されるので、真ん中を境に左右対称なのは変わらないですね。はい。これで少しは見えやすくなったのではないでしょうか。さあ、それではこの続きに出演者の名前を書く方法ですが、これは簡単で、さっき書いた名前を Enter キーで改行しまくって、下の方に書いていけば OK ですね。 ということなので、右側の名前の部分もこれと同じ要領でやれば OK でしょう。プレミア内で文字を書こうとするとカクカクしてしまいますので、あらかじめ別のメモに書いていたものをコピーする方が作業効率は早いです。はい、これでいい感じで出来上がりました。ただ、もっと下に名前を書いていこうと思ったら、このままだと画面からはみ出してしまいそうですね。そこでさっきのロールクロールオプションというのを開いてみます。 ここのロールのところにチェックをすることによってエンドロールの流れる動きが出来上がりますその下のタイミングはまた後でお伝えしていますので今回はこれで一旦 OK にしておきましょうさあこれで文字をスクロールして上下にスクロールすることができるようになりましたということで続いてはこれを4分割くらいしていきましょう出演の文字を Alt オプションでコピーしながら下へとずらしていきましょうそしてここにスタッフという文字を記載しておきます これも真ん中に配置しておいてくださいね。そうそう、言い忘れたんですが、タイトルを書いている時にたまにクラッシュすることがありますので、こまめにファイルは保存しておいた方がいいですよ。さあ、ということで、スタッフという文字を左右にそれぞれコピーして貼り付けておきましょう。そして左右にコピーした文字もさらに下にコピーしておきます。shift キーを押しながら下に移動すると大きく移動ができますね。 さあ、ここで同じく書いていきますが、今度はスタッフの名前ですね。今回はど真ん中に文字を配置してみましょう。ということで、普通のテキストツールで画面の外に文字を書いておいてから、位置を真ん中のところに配置しておきましょうか。ここではサイズが大きくなってしまっているので、通常の名前の文字の大きさと行間に変えておきましょう。 さあ、それではこの4つのタイトルの位置も調整しておいたところで、それぞれにタイトルをコピペしていきましょう。今回はカメラや音声、編集とデザインということにしておきます。基本的にエンドロールに書くことは、それに関わったスタッフさんとその肩書きなので、ここら辺は結構自由に書いちゃって構いません。結婚式動画だと、新郎新婦の名前や、それに関わった人たちなんかを書いていくといいのではないでしょうか。 さあ、あとはせっかくなので、スタッフのところの真ん中詰めにしておいた名前のタイトルをコピーしておいて、ここの中にスタッフの名前を書いていきましょう。ここら辺は同じような作業なので、若干早送りをしながら飛ばしていきます。ちなみに言うまでもないですが、ここに記載されているスタッフの名前は架空のものなので、実在する人物ではございません。はい。そうこう言ってるうちにエンドロールの全てを書き終わったので、レガシータイトルを閉じておきましょう。はい。 そしてタイムラインのエンドロールを入れるところに今作ったエンドロールを入れておきますただこのままだとちょっと問題がありますねエンドロールが途中から始まっているということとエンドロールの速度がかなり速いということですということでもう一回タイトルのクリップをダブルクリックしてレガシータイトルを編集していきましょうさあ先ほど開いたロールクロールオプションですねここからタイミングのところにある開始スクリーンと終了スクリーンのチェックをオンにしておきます これだけでレガシータイトルが下から登場するようになります。これで一旦見てみますが、あまりにも流れていくのが早いですね。続いては速度を変更していきます。とは言ってもやり方は簡単で、ただ単にこのクリップの尺を伸ばすだけでエンドロールの流れるスピードを調整することができますね。はい、これでスクロールする映像は完成です。最後に提供だけ記載して終わりましょう。 今回はレガシータイトルではなくて横書き文字ツールを使います。横書き文字ツールは直接画面に書き込むことができますので手軽に文字を表示したい時によく使います。つまりレガシータイトルは細かくよくデザインされたようなテロップ。そして横書き文字ツールは手早く文字を表示するために便利なツールとなります。最後はど真ん中に表示したいだけなので横書き文字ツールで十分でしょう。フォントや文字の間隔などもエンドロールになるべく合うようにしていきましょう。 さあ、ということで、ここで提供の記載をしておいたら、コマンドプラス D であらかじめ設定しておいたトランジションを適用します。今回はクロスディゾルブでやんわりと消えていくようにしてみます。はい、これでいい感じでしょう。映像が終わったところもクロスディゾルブで繋げたいですが、クリップが足りないので映像を若干早めに切っておいて、ここで真ん中にクロスディゾルブを追加することで今回のエンドロールは完成ですね。はい、こんな感じでいいのではないでしょうか。 もちろん今回のスキルを応用すればスライドショーや映像をエンドロールに組み込むこともできますしいろいろと応用はできると思いますのであなたの作成する映像に合わせていろいろと変えてみてくださいはいということで今回の動画は以上です楽しんでいただけたでしょうかそれではスキルを身につけ新たな世界へ挑戦するヒーローとなれいつか会える日を